チャンネル。こんにちは。いつもトラベラチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はですね、私たち JST が長期休暇の時にですね、大学生向けに企画をしてますボランティアツアーについてご紹介していきたいと思います。ご案内しますのは旅行会社 JST 学生旅行担当の坂田です。よろしくお願いします。はい、今回ですね、次の春ですね、2025年2月に企画をしておりますのは、東南アジアのフィリピンの首都マニラですね。マニラの、スラム地区で行います食料支援と子どもたちと交流というのをメインとしたボランティアツアーを企画しております。今日はですね、その内容とか、特徴とかですね、こんな人におすすめですよというところをですね、ご案内していきたいと思います。はい、こんな流れで進んでいきますので、よろしくお願いします。はい、まずですね、ツアーの特徴についてですね、はい、まず一つはですね、マニラのスラム地区での活動になります。世の中ですね、スラム地区と呼ばれる場所っていうのはたくさんありまして、その中でも本当に何でしょう、とんでも、もう人が入ったらもうですね、海外からですね、人が観光客とかが入ってしまったらまずいところもありますし、実際そのスラム地区と言われていても、ちょっとイメージとは違うというか、はい、そんな場所も、中では様々あるんですが、その中でも行きやすいというか活動しやすい場所、 NGO のサポートも入っているようなですね、そんな場所にはなるんですが、マニラの中心地から本当に車で15分20分行ったところにあるスラム地区というところで活動をします。はい、そしてですね、ホームステイ体験というのが一泊用意をしております。また別の NGO にはなるんですが、その視察を兼ねて訪問するんですけども、そこでですね、その地域の方のお家でホームステイ体験というのをさせていただくので、本当に観光とかではですね、絶対見れない現地の人の日常というところを体験してもらうこともできます。はい、あとはですね、今回私が添乗しますので、スタッフが同行しますよという形なんで、20日以外の方でもね、安心ですよというのだったりとか、こういうようなね、海外でボランティアとか、そんなツアー、そんな活動に興味があるけども、自分一人で現地に行くのは不安だなとか、はい、そんな活動するのは不安だな、そういう方はですね、ぜひこういうボランティアツアーに一緒に参加していただければ、安心してですね、おそらく親御さんも安心して、送り出してくれると思いますので、はい、より安心して活動に参加できますよというのが、特徴になっております。はい、こんな感じです。今までですね、毎年ツアーをやっておりましたので、その過去の写真にはなりますが、そのエリアの子どもたちとの写真になります。はい、活動内容ですね、活動内容に関してはメインとしてはこの食料支援というところがメインになってきます。はい、なのでですね、子どもたち大体100食分とかですね、昼食を作って子どもたちに提供しますよというのが、NGO の活動にあるので、それのサポートを一緒に参加をさせてもらうというようなものになります。はい、なので午前中ですね、実際に僕らも調理の方に入りますので、午前中にグループを2つに分けて、調理するグループとその間子どもたちと交流をしていくグループ、はい、でまた次ローテを、次の日はローテをしてというような流れですね。でお昼になったらみんなで一緒に昼食の提供をして、はい、で実際作ったものを自分たちも昼食食べて、午後一緒にまた子どもたちと全員で交流したりとか、あとペンキ塗りというそのエリアのですね、家の壁をですね塗ったりというようなことをしていきます。はい、でさっき言ったようなホームステイ体験も一泊用意しております。その以外のはですね、マニラのホテルでの、スタンダードホテルですね、ホテルでの宿泊になります。こんな大きく4つですね、はい、活動内容になっております。はい、ちょっとですね、その現地の様子というのも写真をお見せしながらご案内をしていきますが、調理をする時ですね、皆さん必ず、買い出しからやっていただきます。そのエリアの中にですね、マーケットがありますので、そこにNGO のスタッフとかですね、現地のガイド、はい、そして添乗員も含めて一緒に買い出しに行きます。
で、買い出し自体はですね、私たちは見ているだけというか、見守る体制になってますので、実際現地のスタッフからこれを買ってきてねというお使いメモみたいなものをいただいて、じゃあ肉何グラムとか野菜これとか、はい、でお金とともに渡されて、まあ、実際皆さんで現地で買い出しをしていただく、まあ、初めてのお使い in フィリピンみたいな感じでやっていただきます。はい、なので実際こういうふうにですね、活気があるマーケットになってますので、まあ、実際にどんな様子なのかっていうのはやっぱり体験していただくと面白いのかなと思いますし、まあ、東南アジアとかでよく見られる光景ですが、お肉とかはですね、まあ、そのまま置いてあってという感じで、ちょっとファンが回ってて、虫除けになってたりとか、はい、そんな様子もですね、実際に写真で見ることはあるんですが、まあ、それを体験していただくっていうのはやっぱ違うので、まあ、特にこういう市場とかは、お肉コーナーがあって、魚があって、野菜があってとか、はい、そんな形でもういろんなものが一緒に売ってるので、まあ、その雰囲気とか、まあ、その匂いとかですね、まあ、実際に体験しないとわからないところもありますので、まあ、そういう買い出しから一緒にやっていただきます。で、まあ、戻ってですね、調理をスタッフの方と一緒にやっていただいて、まあ、子供とかもですね、仲良くなってくると次の日とかはもう一緒についてきたりとか、買い出しからっていうのもありますね。はい、で作ってお昼ご飯に、子供たちに全員で提供していきますよというような感じです。で、まあ、子供たちが食べ終わって、まあ、僕らも昼食食べてというような流れになりますので、まあ、やはりですね、まあ、団体がサポート、NGO がですね、サポートには入っていますが、まあ、3食、日本みたいにですね、十分なくらい満足に食べているかと言われたら、やっぱそうではない状況になりますので、まあ、自分が遊んでるというか、仲良くなった子供たちが、こういう状況ですよというところをですね、中で、まあ、やっぱいろいろ自分の中で考えることはたくさんあるんじゃないかなというふうに思います。やはりですね、そういう当たり前が当たり前じゃない社会という、まあ、世界というか、まあ、そういったところをですね、ぜひ、まあ、頭の中ではですね、皆さん分かっているとは思うんですよ、そういう世界があるということを。で、まあ、それを自分ごとの中で、自分のそばで見ることっていうのはですね、やはり現地に行かないとできないことになりますので、まあ、そこで考えること、そこで見ること、そこでどう自分が何を思うかというところはですね、現地に行かなきゃできない貴重な機会になると思います。まあ、実際にね、こういうランチボックスのようなものを提供するんですが、少し食べてですね、家に持って帰る子とかもいますし、やっぱ全員が全員食べれるわけじゃなくて、今日はこの何人ですよとか、はい、そういうふうにNGO の方がですね、やってるんですが、もらえない子たちにあげてたりとかですね、まあ、いろんな光景があると思いますので、まあ、ぜひいろいろ現地で考えていただきたいなというふうに思っております。はい。まあ、あと午後にですね、まあ、皆さん全員で交流というのもしますし、ある日はですね、こういうスラム地区の、家の壁をですね、ペンキで塗ってということも、塗り直してということもやっています。まあ、NGO の意向としてですね、やはりそのスラムというその、ちょっと暗いイメージというか、ものをやっぱ払拭していきたいなというのもあって、家をですね、明るく、見栄え、外見を明るくしていきたいというのがあって、やはり僕ら毎回行ってはいるんですけど、今度このエリアの家はやっぱりどんどん壁が、くすんできてとか、はい、そういうのもあるので、毎回僕ら行った時に塗り直すというところをですねやっています。はい、そんなペンキ塗りというのもですね作業としてやっております。はい、子供たちはとても元気ですね。はい、とても元気で生き生きと毎日を過ごしているというところで、まあ自分の中のですねやっぱスラムの子供たちのイメージというものが多分皆さんあるとは思うんですけども、まあそういう多分イメージ通りの場所もありますが、私たちが訪問する場所というのは同じスラムという括りにはされてますが、またちょっと違うようなね、イメージとは違う場所にはなります。まあそういったのもやっぱり自分の目で見てほしいなというふうに思ってます。はい。で、日程としてはですね、2025年2月24日から3月2日までの7日間のツアーになっております。フィリピン航空の直行便を利用して、中部国際空港からマニラまで
の往復っていうような流れになっております。で、あの日程としてはですね、もう初日は移動日になるので、2日目から3日間スラム地区での活動というのを行います。で、その後それが終わった後ですね、ちょっと市内観光と、またそのスラムの NGO とは別の NGO ですね、フェアトレードとか女性の支援をしている NGO の団体の訪問をして、活動の方をちょっと勉強させていただくっていうところと、で、そこでですね、ホームステイになります。ホームステイ1日あ1泊して、そこからショッピングがあっての、帰国というような流れの7日間のツアーになっております。まあ、こんな方におすすめですよというのはですね、まあ、子供と関わるのが好きだよという方はやっぱぜひ、まあ、ずっとそのスラムでの活動中は子供たちに囲まれてっていうような感じになるので、まあ、子供と関わるのが好きな人には特にはいいかなというですね。あとまあやっぱ現地のリアルを見に行きたいというところですね。まあ、発展途上国とまだフィリピンは呼ばれてますが、あの首都のマニラ、例えば滞在するようなホテルのね周りとか、実際空港から移動する中で見る周りの景色とかっていうのはですね、とても発展をしております。はい。なんですが、その発展しているエリアから本当にちょっと行ったところにスラムというエリアがあります。まあ、そんなね、あの発展途上国のフィリピンならではの、あの現状というか、まあ、そういったところを見ることができますので、まあ、その現地のリアルを見に行きたい、体験してみたい、まあ、そういう貧困というものについて考えてみたいと、まあ、そういう方はぜひですね、参加していただくといいと思いますし、まあ、今回ホームステイがありますので、まあ、そういう現地の日常というか、はい、フィリピンの方たちは、まあ、キリスト教がの国家なので、とても家、あの家庭というか、あの家族をものすごく大事にしています。そんな皆さんの日常というところを少し、何でしょう、お邪魔させていただいて、あの体験させていただくことができるので、まあ、そういったところの普通の旅では味わえないところ、観光では行けないようなところ、観光では出会えない人たち、まあ、そういった現地の日常を見ることができますよというところ、まあ、あと大学生活何かしたいという方ですね。なので、まあ、こういう過去にもですね、僕らボランティアツアーの参加する方っていうのは意外と大半がこういう大学生何かしたいなという方が多いです。はい、もう大歓迎ですね。なんで、まあ、なんかこのまま大学生活終わっていいのかと、実際自分は海外に行ってみたかったとか、あのなんか違う、いろいろ大学生活の日常とは違う経験をしてみたかったという方はぜひですね、まだまだ遅くありませんので、ぜひ大学生活の一つ、あ、これこういう経験ができてよかったなというものをですね、あのぜひ得てもらえるといいのかなと。はい。まあ、そして、まあ、ツアーはですね、あのグループで行きます。他の学校の参加者の方ですねがいますので、まあ、そんな方たちと一緒に活動していく中で、やはりちょっと大学の友達とは違うような関係性が作れるんじゃないかなというところ、まあ、そしてボランティアツアーを参加したメンバーがまたどんどんその後ですね、卒業してもつながっていけるような間柄にはなれるんじゃないかなと思いますので、まあ、そんな一生ものの仲間と出会いたいなという方にもぜひおすすめです。はい。まあ、さっきのね、現状というところもそうなんですが、やはりこういうビールがあってとか、あのショッピングですね、現地でお土産を買いに行ったりショッピングするショッピングモールというのはですね、おそらく日本に存在するショッピングモールよりもあの規模が大きいです。はい。そんなようなものも存在します、マニラには。けどスラム地区というものも存在します。はい。そういったところをですね、なんか一日でどっちも感じるというか、滞在中どちらの面もあの見ていただくというところはですね、とてもあの勉強になるというか、学ばせていただくっていう場所にはすごいいいところだと思いますので、あのぜひこの違いっていうところで、それが本当に何でしょう、狭い範囲というか近くの範囲で共存、その2つが共存しているというところをですね、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。はい。旅行代金ですね、こちら旅行代金219,800円という形になっております。これにプラス燃油とか消費とかですね、まあ、保険とかが入ってくると、まあ、大体25万台とか、はい、そういった形になってきます。
まあお小遣いとかですね、ほとんど食事は入ってますので、まあ、3回分の夕食分とお土産代、まあ、飲み物とかそのぐらいになりますので、大体まあお小遣い1万から1万5000ぐらいあれば十分かなというような形になっております。はい、最後にですね、まあ、ぜひですね、こういう常識というか世界を広げ壊して自分の中今まで積み上げてきた、自分がですね今まで経験してきたものっていうのが自分の中の常識っていうのを作ってると思います。それをですね世界に出ることで、そして今まで見たことのない世界に足を踏み入れることで、まあ、その常識というものを壊してですね、自分の中の価値観だったりというか自分の中の世界というものを広げることができると思います。はい、なのでですね、こういったものをとてもいい経験になると思いますので、そしてまあこの自分の目で見て経験する重要性というのがすごいわかると思います。特にまあコロナを経てですね、やはりオンラインも発達をして、まあ、現地の様子とかもうたくさん動画だったりとかいろんなもので知ることはできると思うんですね。なんですが、やはり自分の目で見るのが一番重要だと思うんですよ。で、そこで自分が何を感じるか何を考えるかっていうところがものすごく重要だと思いますので、まあ、ぜひこの重要性に気づくいいきっかけになればなというふうに思っております。はい、でまあボランティアツアーということで、やはり現地の少しでも良いことができればというのがイメージとしてはあるんですが、まあ僕らとしてはですね、そこまで重要視はしてなくてですね、まあこんな例えば3日間の活動で現地の何かためになるかと言われると、そんな多くは、まあ、ほとんどないかなというふうに思います。むしろ学ばせてもらうことが多いというものなので、まあ僕らが訪問することによって、まあ、少しでも子どもたちにとっていい思い出になったりとか、明日あの人たちがまた来てくれる楽しみだなと、明日が楽しみだなと思ってもらえたりとかっていう、少しでもいいんですけど、少しでもいいインパクトがあればラッキーだなと、はい、そのぐらいの感覚で向かっていつも言っております。はい、なので、まあ、その何かをしてあげようとか、そんな大きなねことは全く思ってないので、まあ本当にいい経験をさせてもらう、学ばせてもらう、そして少しでも現地にとっては少しでもいいのがあればいいなぐらい、はい、そんな思いでね参加していただくといいなと思っております。最後にですね、まあ海外ボランティアはぜひですね早く行った方がいいです。はい、さっきも言いましたが、自分の世界を広げていくっていうところはできるだけ早いうちに参加をしていただくといいと思いますので、まあ、特に1年生ですね、大学1年生とか2年生のうちに経験をしておくと、その後もっとこういう世界見に行きたいなと、もっと違う途上国に行ってみたいなと、逆に先進国に行ってみたいな、もっと発展してる場所に行ってみたいなとか、もっと違う文化の場所に行ってみたいなと、まあ、フィリピンは皆さん英語学校行かれてる方英語喋りますので、例えば英語の力、自分の英語力ですね、うわーっと自分が喋る内容というか喋れる内容が少ないなということに気づいて、じゃあもっと英語を勉強しよう、留学してみようとか、はい、そんな今後にいろんなきっかけをもたらしてくれると思いますので、4年生でも遅くはありませんが、4年生になるともう次社会人になってしまいますので、できたら早いうちに参加していただくといいなと思っております。本当にかけがえのない体験ができますし、本当に人生の中で出会えてよかったなという出会いがたくさんあるようなツアーになっておりますので、ぜひ興味がある方はですね、概要欄にページの URL が載っておりますので、まあ、ぜひそちらも見ていただければなと思います。11月中は早割もありますので、ぜひ早いうちにもし興味ある方はですね検討していただければなと思います。ではですね、この動画が役に立ったよという方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。